こんにちは、庶民派メダチューバーのサクラリウムです。今室内でメダカの張り子を育ててるんですけれども、全然育たないんですよ。なんかもう消えていくんですよね。もう気づいたら本当に 2,30 匹いた張り子が残り4匹とかになっていて、本当にうまく育ってくれない状態になっています。で、2022年の12月ぐらいから親メダカたちが卵を産み始めてくれて、毎日だいたい20個から30個ぐらい卵が取れるんですけれども、生まれてきた張り子をこのネットの中に入れて育てているんですけれども、だいたい今1月中旬で1ヶ月ちょっとですね、もう全然張り子が育ってくれない状態になっています。で、この一番右のネットですね、この中に30匹ぐらいいたんですよ。でも今は4匹とか5匕ですね。他の子たちはもう跡形もなくいなくなってしまっている状態です。で、真ん中はちょっと黒いネットなのでちょっと見にくいんですけれども、ここには10匹ちょっとぐらいいそうですね。ちっちゃい子が泳いでますね。で、こっちは生まれたばかりの子を入れたので、まだまだ 3,40 匹ぐらいいるんですけれども、まあ、この子たちもちょっと下の方で何匹か落ちてしまっている状態にはなります。で、もともとこの水槽ネットをつけずにこの中にそのまま張り子を入れてたんですけれども、全然見当たらなくなっちゃって、どこにいるかが全く分からなくなったんですよ。で、もしかしたらなんかエビとかに襲われてるんじゃないかなと思ってこのネットを使い始めたんですけれども、結局ネットの中の子たちも、まあ、いなくなるというか、もう消滅してしまうような状態になってしまっています。ということで、今回は冬の室内メダカの張り子飼育についてうまくいかない理由っていうのを自分なりにまとめてみましたので、その内容をご紹介していきたいと思います。ちょっとこのままだとかなり厳しいので、どうにかして改善を行っていきたいと思っています。このチャンネルはメダカ飼育を始めたい方、メダカ飼育をされている方、そしてメダカの繁殖を目指されている方に、誰よりもわかりやすく役立つ情報を発信していきますので、ぜひともチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今回の張り子飼育についてお話ししていきたいんですけれども、まあ、今までもいろいろとうまくいかないことあったんですよね。まあ、最初の方はなかなか卵を産んでくれないなと悩んでたんですけれども、まあ、あるポイントを改善すればメダカが卵を室内でも、まあ、冬でも卵を産んでくれるようになったんですよ。よっしゃ、卵を産んでくれた、これで繁殖いけると思ったら、次メダカの卵が孵化しなかったんですよね。もうなんか孵化しなくてめちゃくちゃ落ち込んでたんですけれども、これもいくつかのポイントを改善したら、孵化率 10% というかなり低い数値だったのが、孵化率 80% ぐらいまで上げることができました。よっしゃ、これでメダカの繁殖いけると思ったら、次はメダカの張り子が育たない。もう本当にいろいろありますよね。もうなんかいろんなことでつまずいてしまってるんですけれども、まあ、今回のこの張り子が育たないっていうのもどうにかして改善して、メダカを増やしていきたいと思っています。まあ、そもそもなんですけれども、メダカは夏場に増えますので、基本的には春から秋にかけて繁殖シーズンになりますので、まあ、冬に人間が人工的に増やすっていう自体がちょっと難しいのかもしれないんですけれども、やっぱりちょっと、やっぱりメダカさんたちに増えてほしいので、頑張って冬でもメダカの繁殖を目指していきたいと思っています。それではまず、メダカの張り子が育たない理由について仮説を立てていきたいと思います。私が考えた仮説は以下の4つですね。まず1つ目が餌が足りていない、2つ目が日光が足りていない、3つ目がネットの中でストレスが溜まっている、4つ目が水温が高すぎて水が傷んでしまっている。この4つがメダカの張り子が育たない原因じゃないかなと仮説を立てました。詳しく1個ずつ見ていきましょう。まず1つ目の餌が足りていないについて、で、私が今どのように餌をあげているかというと、朝晩に1回ずつメダカの張り子用の粉餌を与えています。で、メダカの張り子が落ちてしまう一番の理由は餓死と言われてるんですよね。まあ、お腹が減ってそのまま落ちてしまうんですけれども、おそらくこの朝晩の粉餌だけでは足りてないんじゃないかなと思います。で、メダカって通常の場合は水槽の中にいる微生物とかを、まあ、昼間食べたりして、まあ、お腹を満たしてるんですよね。しかしこのネットの中で張り子を育てているので、ネットの中に微生物が全然いない状態になってしまってるんじゃないでしょうか。おそらくそういう理由で朝晩の粉餌だけで足りずにどんどん落ちてしまっているっていう可能性が考えられます。そのため今後の改善策としては、できるだけ大きめの水槽で張り子を飼育して、その中に例えばゾウリムシだとか PSB を入れて、どんどん微生物を増やしていける環境を作って、メダカの張り子が餓死する確率をできるだけ下げれるように努力していきたいと思います。次に日光が足りていないについて、で、まずメダカは日光が必要な魚なんですよね。
で、日光に当たるとどうなるかというと、体内でビタミンが生成されるみたいなんですよ。で、そのビタミンが生成されることによって健康状態を保つことができるんですけれども、全く日光が当たらないとビタミンが生成されずにメダカが弱ってしまうんですよ。で、今までは夏場に外のベランダで飼ってましたので、しっかりと日光が当たってたんですけれども、今は冬場で、しかも日光も弱くて全然光が入ってこないので、まあ、その日光が当たらないっていうことでメダカが弱って落ちてしまった可能性があります。で、一応ライトつけてるんですけども、このライト結構弱いライトなんですよね。なので、その日光とかライトが足りていない可能性がありますので、まあ、強いライトに変更する、もしくはできるだけ日光が当たる場所に水槽を置いてあげるっていう形にしようと思います。ただ室内で直射日光が当たるところに水槽を置いてしまうと一気に水温が上がる可能性がありますので、その辺はちょっとレースカーテン越しとかちょっと工夫しながら、メダカに光を当てながらもその水槽自体が一気に水温が上がらないようにして気をつけながら育てていきたいと思います。次に3番目のネットの中でストレスが溜まっているについて、やっぱりこの小さい限られたネットの中のスペースでハリコが 2,30 匹いるとストレスが溜まる可能性ってありますよね。あとは先ほどお伝えした通り、このネットの中に微生物がいたとしても、それだけの張り子がいたらみんな食べちゃう可能性がありますので、まあ、この改善策としては、できるだけ大きい水槽に移し替えて、そこで自由に泳げるように、飼ってあげるっていうのが必要になります。最後4番目いきましょう。4番目が水温が高すぎて水が傷んでいる可能性があるということで、で私これ今水温がだいたい28度ぐらいで張り子飼ってたんですよ。水温が高い方が代謝が上がって育つスピードも速いって聞いてたので、あ、水温って高い方がいいのかなって思ってたんですけども、まあ水温高いのに越したことはないと思うんですけども、冬場に水温を高く保とうとすると、まあ、ヒーターをフル活用するしかないんですよね。ヒーターってどういう原理でできているかというと、まあ、例えば水温を28度に設定をすると26度とかになってくるとヒーターが作動して、で頑張って28度に上げようとするんですよ。で28度になったらヒーターが止まる、でまた下がってきたらヒーターがつくっていう形になるんですけれども、まあ、冬場に高い水温を保とうとするとずっとヒーターがついてる状態になるんですよね。でそうなるとどんどん水が傷んでくる可能性があるんですよ。で、水を傷んでも張り子ってできるだけ水替えしない方がいいって聞いたことがあったので、まあ、水替えをしないまま傷んだ水を使ってしまっていた、まあ、それが張り子が落ちてしまっていたっていう原因にもなりかねないと考えました。なのでちょっと水温は下げて、まあ、大体20度から22、3度ぐらいですかね、それぐらいの水温で次は飼育していきたいと思います。以上がメダカの張り子が育たない理由の仮説でした。もし皆さんも同じような状態で同じようにメダカの張り子が育たないっていうのであれば、少し改善してみてはいかがでしょうか。私もこの内容を改善してみて、また改善結果についてはご報告していこうと思いますので、またその改善報告動画お楽しみにしておいてください。これでこの動画は終わりたいと思います。最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次の動画もお楽しみに。またね。バイバイ。